最新ショータイムガチャから登場した新登場特殊スキルバレットヘッド持ちショータイムクリスティアーノ・ロナウド名手をやっていきたいと思います。バレットヘッドというスキルがヘディングで鋭いシュートを打つことができる。難しい体勢からでも強烈なシュートが打てるということで、ヘディング版フェノミナルフィニッシュみたいな感じですね。プレイスタイルボックスストライカーということで、真ん中に位置してね、バレットヘッドを狙う形が一番強いかなと。そして能力値はこちらになります。いや、今回のロナウドね、ヘディングがねとにかく強い。過去のショータイムと比べても空中戦がね圧倒的に強い。ヘディング数値97からのジャンプ101、空中戦ほぼほぼ負けないんじゃないかな。足元の数値ですね、ドリブル関連はちょっとね難しくなってるんだけれども、とにかく新登場スキルのバレットヘッドをね狙うのが一番強いんじゃないかなと。ロナウドの代名詞、無回転も打てるしミドルシュートの形も持ってて、まあでも今回やっぱり空中ですね。ヘッダーエアバトルバレットヘッドコンボからの闘争心でね、スタミナがなくなった状態でもバレットヘッドを打ち込めるという CR7 ショータイムしていきましょう。レディーゴー。それではバレットヘッドロナウドいきましょう。新特殊スキルだからね、まあ全容はまだわからないんですけれども、エッジクロスからのバレットヘッドが強そうじゃない。最近登場したペッカもねかなりクロスうまいですから、そこから作り出せるし、おー、いい相手来ましたね。これ中央めっちゃ硬いんで、ロナウドのねジャンプ、鬼の空中戦、バレットヘッドどこまで通用するか楽しみだね。ドリブルサイド仕掛けてバレットヘッドいきますか。さあもう1回クリア、1回クリア、危ない時はこれロナウド取れないで、空中戦は強いんだけど足元とかはねロナウドそこまでなんで、まあ、バレットヘッドどこで狙うかって感じだよね。おー来た、ここあるね、あるね、これ、いやーいや、バレットヘッドっぽいぽい。でもなんかああいう体勢からも結構いいヘディングいってたんで、あれじゃない、ちょっとアーリー気味で上げたりね、今さっきみたいにそこから持っていくっていうのはかなり強そうではある。さあベッカムのパスに、いやまあちょっと待って、ちょっと待って、バレットキック、バレットキックじゃない今の。もうフェノミナルフィニッシュみたいなやつ出ました、いきなりベッカムからの完璧なパスだったし、意外とヘディングをするのがねタイミングザージャンプ高い。さあこれはあるね、バレットヘッド頼んだ、いやーこれだあのニアからそこ決めんのはね今の関係でも結構むずいからね。来ました皆さん、バレットヘッド炸裂、やれだろ絶対。てかロナウド空中戦やばいわ、これ最強と言えるレベルだ。さあということでバレットヘッド決め込んでくれましたちょっとねリプレイみたいなので何度も流そうと思うんですけど、いや今のでしょ完全に。さあということで前半2ゼロ、いやこれハットトリックあるよ1試合目から。いやーいけるかな。でロナウドが奥にいるガン、いやーバレットヘッドだ絶対バレット今の。だってなんていうんですかね、叩きつけーみたいな威力跳ね上がる感じ、もう十分ハットトリックで十分ですよ。さあロナウド、いやトラップがうまい。おバレットヘッドはなんだけどオーバーヘッド狙った。さあラームからの、いやーいく無双無双、ディフェンダーの相手がね別に弱いとかじゃないんですよね、選手はもうめっちゃ強いから、単純にこのバレットヘッドロナウドがやばすぎる、えぐいね。いやイケメンすぎる。そしてこのモーション見てほしいんですけど、ここファー行ってグンっていうさ叩きつけ、わかりますか、
強烈な鋭いヘディングシュート、これ食って反らして威力ドーン。1試合目のヘディングハットでね、バレットヘッド概要大体分かりましたね。ニアに入っていた時のほんと角度ないと心からザーンという強烈に威力飛んでくんで、キーパーも反応しづらいのと、自分の真上飛んでた時来た時のね、叩きつけのモーションというか、ジャンプしてからのこう一回姿勢反らせてガッっていうね、ヘディングがマジで効果絶大なんで、この試合もねバレットヘッド狙っていきましょう。いや、ヘディングハットはやばいよね。冷静に足元にやっぱ振るっていうよりかは、どっちかというとバレットヘッドをねやっぱ狙いに行くっていうところで、空中戦はかなり強くした方がいいと思います。さあ、ここいいやつよ、これ。いや、もうここ蹴らせといたら負けないからね。さあ、ロナウド足元受けて、オッケー。いや、すごい、ベッカムのワンタッチロナウド・ベッカム共演。はい、いや、うまいバレットヘッドだけじゃない、こういうねゴール前での器用さあるからね、いや、侮れないですよ、ロナウドは絶対に。大石さんが多分、あれヘディングじゃないね、ロナウドのみたいな、バレットじゃないって思った瞬間に、ああいう器用さのあるねプレーも飛び出してくるんで、素晴らしい。さあ、ここもいいや、止めてくるか、これをワンタッチボレー。さあ、バレットヘッドだけじゃないが、バレットヘッド反らす感じで、やっぱり自分の斜め前というか、そういうところに飛ばしていく、斜め後方、イメージ的にはね、そのシュートのパターンがねすごいうまい。普通に考えて結構むずいからね、あれマジで。あと決定力がバケモンやね。うわー、来たー、これチャンス、インパクト、インパクト、バレットヘッドも見せるか。いやー、これ入んない、すごいな。でも本当にもう脅威差があるよね、ゴール前の。ロナウド抜けた、いける、うまい。もうこの男強すぎ。またもね、足元の器用さ見せて2得点と、バレットヘッドの1得点でハットトリック。バレットヘッドだけじゃないんですよね、いろんなパターンで点取れるし、その中にやっぱり特殊スキルがあることでいきますね、空中戦。ナイス。さあ、いやー、うまい、シンプルにやっぱうまい。もう一個、さあ、もう一個で、ニア、これ、あー、来ましたね、もう一個。いや、ちょっと、キーパーよりジャンプしたんだけど、これ、あー、来ましたね、もう一個。いや、ちょっと、ゴールキーパーあれキャッチするやつでしょ。バレットヘッドエグってか、ロナウドエグ。 OK、 で、ここだ、バレットヘッド。いや、威力やばいでしょ、もうボレーシュートしてる威力なのよ。引き分けでしたけど、とんでもないシュート決めたねあれちょっとハイライトみたい、すごい通り越して、もう恐怖映像ですよ、ここのロナウドの超人的な。この後、この後見てください、これ、ドンナルンマのパンチングに勝ってんのやばい。それではラスト試合いきましょう。もうさっきの衝撃映像が頭から離れないけど、やっていきます。バレットヘッドロナウドの、まあ、ジャンプ力のとこはもちろんだけど、競り合いに強すぎるね。空中戦での火力がもうバグり散らかしてるんでね。バレットヘッド弾丸ヘディングをね、この試合も決めていきましょう。点取った時のね、そこのやっぱ、あー、これはあるか。さあ、バレットヘッドチャンスだが、インパクトバレットとか狙ってみる。高いこれちょっと今のだ今見た、今さ、ボールは普通に落ちてたじゃないですか。ちょ、これ見てほしい。こっから威力めっちゃあったぞ、あのこぼれのヘッド。バレットヘッドです。
まさかの、地上に落ちてるボールをヘディングバレットヘッドするという。ここは、よいしょ。普通に足元ゲームやばい。キープもいけるね。いやロナウド強い。足、フェノミナルフィニッシュみたいなシュートの打ち方。さあロナウドはいた、ロナウドいましたね。オッケー、イエス。いやーバレットヘッドコーナー。いやここさ、ちょっと後ろに行きながらだから威力普通は出ないんですよね。ガチロナウドみたいな感じだよね。サンキュー。いやー威力出るえげつないぐらい威力出る。インパクトシュートとバレットヘッドのコンボ技、インパクトバレットでお相手さん終わりパターンですかね。ということで今回は特殊スキルバレットヘッド持ち、ショータイムクリスティアーノ・ロナウド、メインシオでした。いやなんか衝撃映像何本かあったけどね、まあ、特にドンナルンマとの競り合いで勝ったあのシーンはもうずっと忘れないでしょう。新スキルバレットヘッドは無限の可能性が詰まっているんで、ぜひ皆さん獲得して使ってみてください。今後もさらにバレットヘッドの無限の可能性突き詰めていきます。また会いましょう。さよなら。